今日はですね、膝ざ応援のトレーニング、まだ SLR とかやってるのっていう話をやっていきたいと思います。あの、今日は珍しくですね、膝ざ応援ですね、変形性膝関節症の話をやっていきたいと思います。いつもほとんど僕は脳卒中の話、神経系の話、中枢神経系の話ばっかりなんですけど、まあ、得意なのもそっちなんですけど、今日は運動器の話ですね。で、運動器も別にまあ、あの、 何人も何人もやっぱりこの膝ざ応援ですね、膝ざ応援の方ってめちゃくちゃ多いので、僕も何人の方も、もなどいですかね、いっぱい担当させてもらいました。ですし、やっぱり合併してるのも非常に多いですよね、膝ざの応援って。なので、結構いろいろやってきたんですけど、そのトレーニング、いろいろある中で代表的なのは、やっぱり大体四頭筋鍛えましょうみたいなのが、まあ、昔からよく言われてますよね。でそこで、えーまあ いろいろやりますよね。大体四頭筋のトレーニングって。例えば、まあ、OKC、OK、でやって、うんみたいなやつで、足伸ばす。みたいな大体四頭筋のトレーニングとか、まあ、さっき題名にもありました SLR をやるとかっていうのいろいろあるんですけど、それでどうなのみたいな話を、まあ、研究のデータベースに話していきたいと思います。OKC、OK、のトレーニングよりも、課題思考的に実施した方が結論いいんですよ。それはもう間違いないんですけど、ね、学習の転移。 とかっていうのを考えると、実際の動作の中で使う筋肉を鍛えた方がいいのはもう間違いない。で、えー、ここの実験の話ですね。これ実験の話なんですけど、これは、あの、ある実験をしたんですね。このメニュー、筋機のトレーニング、柔軟性トレーニング、共同協調性トレーニング、ADL、動作練習、ホームエクササイズ。これをやった群と、やらなかった群で、まあ、膝を上の筋力の なの比較をしたんですけど、まあ、当然やった軍の方がいい結果は出ましたでやっぱりこ,のこういったトレーニングがいいんじゃないかっていうのは言われています当然ながらまあコントロール群よりは効果あるとであとはですね指導によって例えばあのホームエクササイズを指導するっていうのとあの実際に一緒にとエクササイズをやるっていうのはやっぱり直接的なトレーニングの方が効果あったよみたいなデータもありました で、えー、あとはですね、やっぱりこれ SLR ですよね。今回の本題は SLR。まあ、やっぱりどう結局まあトレーニングやった方がいいんですけど、そのやり方についてですよね。で、この SLR が一昔前までは本当 OA のトレーニングとして定番だったんですよ、これ。本当一昔前ぐらいは本当定番で、みんなやってましたね。僕のビルもみんなやってました。今やってる人あんまいないですけど、たまにいますけどね。 たまにというか、結構いますけど、まだね、でもこれ、どうなんだって話は昔からあって、SLR ってどういう運動なんだろうっていうのを、まあ、これ、結論良くないんですよ、膝の上にやるのっていうのは、SLR っていうのはどういう運動なんだろうっていうと、ですねこのまず、SLR ってあれですよ、あのー、膝を伸ばして、まあ、寝た状態で膝伸ばして、股関節をば曲げるみたいなやつですね。 で、えー、結論、この膝の心筋のトレーニングというのは、股関節の屈筋の取る方があのが負荷、強いんですよ、だから結局、股関節と屈筋のトレーニングになっているというのが SLR になっています、でさらに、ここで効いてくる膝の心筋というのは、あの内側抗筋とかよりも、大体直筋の方が強く働いちゃうと。 なので、ひ、まあ、膝を上ですはです、ね、内側抗筋とかの方がしっかり働いた方がいいなというふうに言われていますから、あまあそういった意味でもあんまりくないということですよね。でさらにです、ね、関節のやつが高まる、僕はこれが一番良くないと思います。あの関節のやつというのは、関節,の、まあ、関節っていうのは骨と、まあ、関節と関節、骨と骨がこうジョイントしているところは関節といって、そこは関節っというのがあるんですね。 で関節砲で覆われてるんですけどそこの中にはの内圧が高まってしまうと負荷がかかってしまう要はうーんなんかこうなんすかね例えるなら何だろう,うーんあんま出てこないです例えるって言われてもすいません出てこないですけどこのコンパートメント症候群のことなんですよね内圧が高まっちゃうってやつなんですよ で結局、レバーアームが長いと負荷がかかりすぎちゃうってことなんですよね、関節に。で、結局、この膝の OA って関節に負荷がかかりすぎちゃうのってどう考えても避けた方がいいじゃないですか。でも、この関節内つ SLR やると関節内つ高まるんですよ。特に、SLR は股関節の関節内つが高まります。で、膝はですね、OKC、OK、で、 膝伸展運動とかかやるじゃないでですかククワのエクササイズで体操みたいな感じでよくやるんですけど、あれも膝の関節のやつ高まっちゃうんですよ。だからあんまやめた方がいいですよね。これ高まっちゃうのはくないですよ固、まあの。関節のやつ高まると痛みとかを誘発してしまったりとか、関節に負荷がかかってしまうので、もともと痛んでる関節がさらに痛んでしまうっていう危険性があるので、そこはやっぱ避けた方がいい。SLR は結論やんない方がいい。 まあ、当たり前ですけどね、今どき多分 SLR を A の人にやってる人ってあんまいないと思うんですけど、まあ、改めてそういう研究論文があったので、えー、紹介させていただきました。あのやっぱりですね、結局、僕が一番いいと思うのは、やっぱりこう動作の中で使える筋肉を養っていくっていうのが一番いいと思いますあの。もちろんエクササイズもやった方がいいんですけど、例えば立ち上がりとか、 歩くとか、まあ、歩くではなかなか筋肉つかないですけど、まあ、歩くとかで、下肢の筋肉を活性化していくっていうのは可能ですし、ADL 動作ですよね、なんかいろいろ、こう、家事動作やったりとか、そういったところでバランスを取りながらやっていくとか、まあ、エクササイズで言えれば、結構、エルゴメーターなんてね、膝に負担もあんまかかんないでできて、まあ、 歌詞の,の筋力をこうアップさせることができるんで結構いいなんて言われてマシントレーニングではそういうエルゴとかね使っても全然いいと思いますけど、まあ、そういった形でやっていくのが一番いいんじゃないかなと思いますあのなんかこうちょこちょこちょこ、ね、SLR だとか何だとかやるよりも全然効果的なので、まあ、そういう方をおすすめしますという話でしたはいというわけで僕の動画でですね今日珍しく運動機やったんですけど基本いつものとか 中枢系の話をしてますのでよろしければチャンネル登録としていただけるとスムーズに見ていただけると思いますのでよろしくお願いいたしますでは最後まで聞いていただいてありがとうございました失礼します